冬ってのは夜が来るのが早くて好きだそれがたとえ人肌恋しいクリスマスが近づいてこようと今年は乗り越えられそうだそう俺はきっとその日もあの子との夢を見るのだからこれは兄貴が死んでしまってからの俺たち4人の話 あのことの夢が始まったのはいつものように失恋ソングを爆音で聴きながら自暴自棄後を改め深夜便トラックを運転していた夜のことだった深夜2時まる県のまる総合病院に着く全国のどこにでもあるきれいで大きくてデパートのような総合病院だ一晩のうちに仕事で回る四つの病院のうちの最後の病院だ その日も裏口へと回り配達用の荷物を用意していると暗がりから人が走ってくるのに気づいて少しだけ身構えるその人は病院の巡回を行っている警備員さんで「急患が入ってくるからトラックをどかしてくれ」と頼まれ慌てて裏口県緊急用の出入り口を開けたのだ 専門用語を飛び交わせながら病院内から出てくる看護師がサイレンという名の不安をまき散らす救急車を慌ただしく出迎える事故だろうか運び込まれる車輪付きのベッドが横を通り過ぎるとき不謹慎にも覗き込んだ好奇心は猫を殺すが野獣場までは殺せないだろう 邪魔です、どいてくださいと看護師に押しのけられた時ベッドに横たわる女の子と目が合ったあかわいい十三四歳くらいの子だっただろうかあっという間に通り過ぎた一瞬の出来事そして仕事へと戻り荷物を病院内へと運び込み俺も入っていった 手術室横の洗濯部屋のようなところで汚れた白衣やらシーツやらを回収するのだがやっぱり今日はさっきの女の子のことでドトバタしているようでナースたちとエレベーターで乗り合わせたねえさっきの優ちゃんってこの間退院した子だよね 小太りのナースはカルテだかなんかの資料を片手にエレベーターの回数表示を眺めたまま隣にいる背の高いナースに声をかけていたなんだか容態が悪化したらしいよ先生が危ない状態だって言っていたしねおいおい俺も乗ってますよと思ってみたりもしたが彼女たちにとって配達業者の俺はどうでもいい存在なのであろう そしてその日の仕事を終え家へと帰り着いたのは深夜3時半活動をやめ静かな眠りへと落ちているであろう隣人たちを片っ端から叩き起こしたとして逃げ切れるのであろうかそれはゾンビ映画さながらの追いかけっこを堪能できるはずだよし今度試してみよう 妄想とも企みともいえる楽しげな計画をベッドで横になりながら描いているうちに眠りに落ちたのだ俺は走っていたひたすら続くマンションの廊下をべてのインターホンを鳴らしながら鳴らすと同時にドアは開かれ中からゾンビが出てきて追いかけてくる一つ鳴らせば一人増える 二つ鳴らせば二人に増えると謎な歌を口ずさみながらどこまでもどこまでも続く廊下をひたすら走り続け鳴らし続け増え続けそして思い出すあ俺心臓に負荷かけちゃダメなんだ次の瞬間強烈な痛みが胸に走り前のめりに崩れ勢いに任せてゴロゴロと転がった うんまあとうめき声のような悲痛な声が漏れるでも逃げなくてはゾンビたちはもうすぐそこまで来ているやばい終わったそう思った瞬間倒れていた俺の真横のドアが開かれこっちよと見知らぬ女の子に部屋の中へと引きずり込まれた <laughs> 助かったよ ありがとう。礼を言いながら俺はドアスコープを覗き込むその瞬間は一瞬でフラッシュバックしたドアスコープめがけてゆっくりと向かってくる包丁刺さるわけがないのに目をひとつきにされるような感覚そして足がもつれそのまま後ろへと倒れていきベッドの骨組みに頭を強打して目が覚めたのであった デジタル文字の数字は AM6G を表示している「ファラオ愛犬」はご主人様が頭を強打して苦痛で目覚めたというのに気持ちよさそうに俺の股の間にぴったりと収まりスースーと寝息を立てているなんだかどっと疲れたのに心臓がバクバク鳴るのを止めずやめずその朝はもう眠りにつくことができなかった それでも気持ちよさそうに眠るファラオを見ていると可愛い,いなと癒されたのだがものの数分でなぜ主人の俺が眠れなくて苦しんでいるのにこいつは気持ちよさそうに寝ているんだというどう転んでも八つ当たりとしか思えない感情を抱き布団を剥いで飛び起きてやったもちろんファラオも強制的に飛び起きることになったのは言うまでもない それにしても腹が減った寝る前に食べたのにものすごく耐え難い空腹にわれ襲われ「ファラオコンビニに行くぞ」と眠るのを諦めたのだった日の出間もない街は寒々しくまた人は少ない買い物を済ませコンビニの帰り道 リードをつけた黒猫がひなたぼっこをしている場面に出くわしリードを握ったまま座りひなたぼっこをしている人に話しかけた「おはようございます C さん寒くないのですか」キラキラした朝日を集めてその人は答える「おはよう A 君朝日って気持ちいいね冷たかった体がどんどん温まっていくみたい」 この人と話をしているといつも胸の奥の方でズキズキと小さな痛みを感じるそしていつも兄貴とこの人に何があったのだろうと考えるコンビニへのこの道で C さんとちょくちょく会ううちに世間話をするくらいの間柄にはなっていた少しのおしゃべりの後空腹に背中を押され帰ることにした帰り際 C さんに呼び止められ 君疲れてないと心配をされたのには少し親近感を感じた「元気ですよありがとうございます」とできないウインクをしようとして両目をパチクリしていると可愛いね君はと笑われたのだった年上の女性に「可愛いと子供扱いされるのはあまり好まないが内心むずかゆさに早々と立ち去ることにした だるいまま一日を過ごしひたすら長い一日を終えたそしてその日も夢を見た雰囲気のいいバーできれいに丸くカットされた氷を指二本分入れられたアルコールで溶かしながら飲んでいたギーッパタンドアを開きそして閉じる 小さな音と俺の隣に腰掛ける女の子グラスの氷が少し溶けてカランと耳障りのいい音を鳴らし俺はバーテンダーに「彼女に似合うカクテルを」と注文をする洗練された大人の時間を二人で堪能し彼女が「お手洗いに」と席を立つのを合図に会計を済ませることにした そして固まる。ゼロの数が伝票をはみ出てカウンターにまで表示されているちょこれ高すぎませんか苦情をつけようと顔を上げるとバーテンダーはまさに鬼の行走で包丁を振りかざしてきた後ろにのけぞってよけたが体勢を崩してこけそうに転けそうになる わーっと情けない声を上げ倒れそうな俺の手を引き女の子が言うこっちよ二人して扉を蹴破り店の外へ転げ落ち目が覚めたベッドから転げ落ち行ってとうめく俺をベッドの上からうんざりそうに眺めているファラオがいた ぼーっと寝ぼけた頭で一つのことに気がついたさっきの子昨日も夢で助けてくれた子だよな顔を思い出そうとしてみてもおぼろげであやふやで顔のイメージが定まることなく消えていくそのせいだろうかより一層その子への興味が湧いてくる誰だったんだ知り合いだっただろうか 芸能人ではないしどこかであっただろうか可愛かったよななぜかその点に関しては自信があったのだそれが全ての原動力になる兄貴は一時期名跡夢にはまっていた名跡夢というのは夢の中で夢を見ていることに気がつきその夢をコントロールできる夢のことなのだがちゃんと兄貴が得意そうに。 名責務ってのがあってなぁと教えてくれている時にしっかりと学んでおけばよかったなぁ教えてくれよ兄貴胸に手を置いて目を閉じたすると本棚のビジョンが脳裏に浮かんだそうだここは兄貴の部屋で兄貴の荷物はほぼそのままになっている 本の虫だった兄貴の知識のほとんどはそこにあるはずだスースーと小さな寝息を立てるファラオの眠るベッドに背をもたれかけ本棚から取り出した一冊の本に目を通しただひたすらに文字の羅列された海を泳いだ難しく書かれていても基本のルールはそんなに難しいものではない、1. 夢だととというここに気がつくこと2起きないようにするための行動を決めておくこと3夢は自分の指揮下に置いておくことあとは想像力の許すがままに好き勝手にできるのだその日からトレーニングを早速始めた 朝昼晩暇を見つけては仕事の合間に眠りについた自然とその子に会える回数は増え悪夢で目を覚ますことは少なくなっていったそれに比例して疲れの取れない日々が増えていった会う人をみんなに「やつれただのちゃんと寝ているのか?」と心配されることも多くなったが きっと寝ている間も楽しんでいるから休まっていないのだと特に気にもしていなかった本に書いてあった夢だということの確認は分かりやすく操作しやすいものにした常にスイッチを探すのだ何のスイッチでも可能なのだが照明のスイッチがやりやすかった見つけたら手でオンオフを繰り返す ある程度したら手を離しオンオフをイメージする夢だと面白いように触れていないスイッチが入ったり消えたりするのだそして目覚めないための行動は目を閉じることにしたいつだって夢は曖昧で突拍子もない空を飛んでいたのに急にその高さにおじけづき飛べなくなり落ち始める そして叩きつけられる恐怖心から目覚めてしまうそうならないために目を閉じ新たな想像をするのだそう夢の上塗りをするのだこれができるようになった頃には夢は自分の指揮下にあるも同然その知らないことはいろいろな夢で遊び尽くした 二人で世界を救ったりコロシアムで幾千もの兵士をなぎ倒して全ての勝利をその子に捧げたり両家の不仲に挟まれ共に命を落としたりスローモーションの土砂降り雨の中初めて起訴した時にはもう目覚めたくないと切に思った 世間はクリスマスだと騒ぎ立て孤独な人間を追いやるがそれも今の俺にとってはどうでもいいことに過ぎなかったトラックで走り慣れた四車線の大きな道路に寝そべっていた今の俺にはスイッチを探す必要すらないのだオンオフオンオフ世界は朝になり夜になり明るくなり 暗くなりうん夢の中だでもいつ寝たんだっけという疑問が小さく浮かんですぐにまあいいやと消えたそして視界の遠くに最後の配達先になっている病院を見つける誰もいない静かすぎる世界に少し不安になり目を閉じ深呼吸を一つ 目を開くと目の前には先ほどまで遠くに見えていた病院がある病院の中はナースやらドクターやらが慌ただしく走り回っていて少しだけ安心をしたそしてあれあの子がいないということにも気がつく いつもならすぐに出てきていろいろなことをして二人でしているのになぁと考えつつ病院内を歩き回ってみたエレベーターに乗ると以前乗り合わせたナースたちが入ってくる小太りなナースはエレベーターの回数表示を見ながら言う「ユウちゃん頑張ってたのにね」背の高いナースは答える 仕方ないのよ先生も最善を尽くしていたし二人は沈黙しエレベーターは動き出すチーンと到着を知らせる音が鳴り二人は無表情のままこちらへと振り返りじーっと俺を凝視するとっさにビクッと後ろへたじろいでしまうすると背後にあったエレベーター備え付けの鏡の中から声がする こっちよ振り向くとそこにはいつも夢で会う子がいた二人で鏡の中へと逃げ込み走った病院の中は顔に白い布をかけられベッドに横たわる患者だらけだその子は泣きながら走る「俺はどうしたの?」と聞きながらその子に手を引かれ走っている もうダメなのあなたの命を借りながら頑張ったけどダメだったの何言ってんの何がダメなのあなたはダメなの戻って何を言っているのか理解できなかったが何か嫌なことが起きることは手に取るように分かったそして俺は目を閉じたその瞬間ダメ起きてと 胸をものすごい力で叩かれた気がしたそれはまるで心臓を動かすために電池ショックをされたようなそんな感覚薄れた意識の中声がいくつも耳に入る危ないから離れてくださいごめんなさいありがとう A 君やだ A 君 本当に楽しかったありがとうあなたは目を覚ましてそして目を覚ました時俺は病院のベッドでまたいろんな機材をつけられ寝ていた A さんお目覚めはいかがですか医者が尋ね受け答えする どうやらトラックの運転中に気を失うように眠ってしまい信号待ちで止まっていた前方のトラックに突っ込んでそのまま生死の境をさまよっていたらしい俺は医者に尋ねるこの病院にゆうちゃんという子はいますか医者は少しうつむき知り合いだったのか 残念ながら彼女は数時間前に亡くなってしまったちょうど君がここに運び込まれた頃だよ残念だねと肩を落とし部屋を出て行ったそうかやっぱりあの時の子だったのかどうしようもなくやるせない気持ちになり自分の携帯を手に取り何も考えたくなくてただ眺めていた そこで見つけた彼女ちゃんへの発信履歴が通話履歴になっていたことに気がついたのは病院を退院した頃の話なのでそれはまたいずれ書くとしよう。